さあそしてフィールドの方向を変わりまして自陣入れ替わりクラブアイランズ今度は画面向かって左から右に攻める格好で第2クォーターが始まります。ボールオンは同じく相手陣相手陣13ヤードの地点になります。この位置からのアイランズセカンドダウン9の状況から試合再開となります。クラブアイランズ相手陣13ヤードからセカンドダウン9。ナイスラーファーストラークラブアイランズここでもラインからのボールの手渡しエクスチェンジにミスがありましたがクォーターバック18番これを自らカバーし相手ディフェンスの隙を縫って攻撃権更新としました。クラブアイランズファーストラー。先ほどからアイランズプレーの精度に若干の乱れがありますがしかしこれをクォーターバック18番が自らの技量を持ちまして攻撃権更新としていってます。この形によりましてアイランズ相手陣4ヤードの位置に迫りましてアイランズファーストダウン2ゴールとの状況となります。エンドゾーンまで残り4ヤードの攻防をご注目ください。さあ中央のランプへラニバックに託します。タッチダウン。ここでアイランズあえて中央へのパワープレーと出ました。ラニバック26番アイフォーメーションからのブラストプレーにより相手ディフェンスを破壊してエンドゾーンに飛び込んだタッチャー。クラブアイランズ6点獲得。先ほどタッチダウンを決めましたのはクラブアイランズ26番の沼、大阪大学出身のプレーヤーです。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。このプレーをキッカー7番が見事に決めましてクラブアイランズ1点追加。クラブアイランズ7点、トヨタブルーファイターズ0点。まずクラブアイランズが先制としました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点。このタッチダウンはその後にさらにワンプレー追加がありこの時にキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点となります。この結果セーフティー自殺点を含めますとアメリカンフットボールのワンプレーによる得点方法は2点、3点、6点、7点、8点となります。この足し算により試合が構成され引き分けが起こりにくい得点構造となっています。まずクラブアイランズがランプレーを重ねましてその陣地をじわじわと押し上げてそのままエンドゾーンに駆け込む形でまず先制のタッチダウンを決める形で試合が動きました。先制したクラブアイランズこのまま試合の主導権を握ったままこの試合を進めることができるでしょうか。対してトヨタはこれに対し反撃に挑むことができるでしょうか。まもなく試合再開という形になります。試合は先ほど得点を挙げたクラブアイランズのキックオフで試合再開となります。ラグビーとは異なりアメリカンフットボールは得点を挙げた側のキックオフで試合再開です。さあトヨタリターンプレーを見せようとしていますがさあ9番がリターンする際にボールをファンブルしました。さあこれを抑えたのは果たしてどちらでしょうか。クラブアイランズです。ターンオーバートヨタはこのキックプレーによってその状況を打開しようと果敢にリターナー9番が左オープンに展開しました。しかしタックルされた際にボールをファンブル、そのファンブルしたボールを抑えたのはアイランズだったためこの時点で攻守交代となります。
クラブアイランズに攻撃権を移りまして、クラブアイランズターンオーバー。ここでクラブアイランズも前半1回目のタイムアウトを取ります。先ほどのキックオフのリターンの際のファンブルリカバーによりまして攻撃権を再度得ることができましたアイランズ。ここで一旦攻撃の状況を再確認するため、あえてこの段階でタイムアウトを取りました。先ほどのキックオフリターン、トヨタ9番小田井、素晴らしい粘りを見せまして左オープン展開を図りましたが、アイランズがここで素晴らしいカバーを見せ、この時に起きましたファンブルをクラブアイランズ83番の橋本が見事にカバーしました。橋本は近畿大学出身のプレイヤーです。さあ結果的に攻撃権を再び得る形になりましたクラブアイランズ。ボールオンは相手陣47ヤードからのファーストダウン点に入ります。さあここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しようとしました。キャリア26番、ボールを持ちまして中央突破を図りましたが、しかしこれはトヨタのディフェンス集まりよく、ゲイン1ヤードにとどめています。失礼、キャリアは23番でした。23番の金城です。江南大学出身。クラブアイランズ相手陣46ヤードからセカンドダウン、失礼、セカンドダウン10に訂正します。相手陣47ヤード、先ほどのランプレーノーゲインでした。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。審判によるフィールド上への黄色いウエストが落とされますと反則発生を意味します。この反則はいずれにあったか、まもなくアナウンスあります。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールはオフェンスチーム揃ってスタートしなければいけません。これが乱れますと5ヤード抜体という形になります。従いましてクラブアイランズセカンドダウン15の状況で試合再開です。ボールオンは自陣48ヤード。ナイスディフェンス。ここでクォーターバック18番自らキープしようとしましたが、これをトヨタディフェンス陣72番35番が猛追しまして、このランプレーを阻止しました。約4ヤードロスに変えています。失礼しました、タックルしましたのは73番の山田でした。さあ下げられましてクラブアイランズ自陣43ヤードからサードダウン19。失礼しました、画面乱れましたが、ここでアイランズはオプションプレーを展開しました。投げ渡されピッチを取りましたランニバック26番左オープンを展開し、相手ディフェンスをそのまま突破しようとしましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。クラブアイランズフォースダウンの状況に変わります。アイランズフォーメーションを変えましてパントフォーメーションとします。ボールオンハーフウェイ、アイランズフォースダウン13。さあトヨタリターンに入ります。果敢にも相手ディフェンスを突破しようとしましたが、しかしボールオン自陣25ヤードで止まっております。この位置での攻守交代となります。
さあアイランズの攻撃をしのぎまして、トヨタブルファイターズの攻撃となります。トヨタ自陣27ヤードからのファーストダウン10。ランニバック2番ハンドオフから左オープンに展開、相手ディフェンスをまくろうとしましたが、これを、アイランズ99番が見事アジャストしました。しかし結果的に5ヤードのゲインと変えています。キャリアでありましたトヨタの2番は古町、慶応義塾大学出身。トヨタ自陣32ヤードからのセカンドダウン5。さあこちらもドロープレー、パスに見せかけ中央突破を図りました。キャリアは再び2番、一気に4ヤードのゲインと変えています。古町ここで2回ボールを託されました。慶応義塾大学出身。トヨタ自陣36ヤードからサードダウン残り1ヤード。さあここで古町に再び託しまして、古町粘ります。攻撃権更新、ファーストダウン。アイランズディフェンスが古町に殺到しましたが、古町これを見事にかわしまして攻撃権更新としました。トヨタファーストダウンです。これによりトヨタの攻撃権は再び1回目に戻ります。トヨタ自陣38ヤードからファーストダウン10。パス不成功。これクォーターバック20番プレーアクションパス、ランプレーに見せかけパスプレーとしました。ターゲットは9番でしたが、これはアイランズディフェンス陣がカバーしておりパス不成功となっています。攻撃権1つトヨタを失いまして、次はセカンドダウンと変わります。トヨタ自陣38ヤードからセカンドダウン10。これはアイランズナイスディフェンス。今度は裏を突き中央突破を図るランプレーでしたが、しかしこれはアイランズ22番が見事に対応しまして約1ヤードロスに変えています。素晴らしい反応でタックルしましたのはクラブアイランズ22番の堀田、京都大学出身のチームのバイスキャプテンです。クラブアイランズ堀田の素晴らしいタックルによりまして1ヤード押し返し、トヨタ自陣31ヤード失礼しました、トヨタ自陣37ヤードからのサードダウン11の状況となります。パス成功、ファースター。ここでトヨタパスプレーになりました。クォーターバック12番左にロールアウトして、ワイドレシーバー80番にパスを通しまして攻撃権更新です。トヨタファースター、素晴らしいパスを投じました。クォーターバックの20番は金子、名古屋学院大学出身。取りましたワイドレシーバー80番は原田、名古屋工業大学出身の東海学生コンビによってこの攻撃権を継続させております。トヨタ自陣49ヤードからファースターダウン10。
再びパスプレー、パス成功、ファーサークォーターバック20番、今度は右に流れてワイドレシーバー80番に再びパスを通しまして攻撃権更新です。トヨタボルファイターズファースター、金子と原田のコンビがここでホットラインを形成し攻撃権を進めております。相手陣38ヤードの地点に入りまして、トヨタブルファイターズファーストダウン10。さあ今度はランニングバック2番の古町に託しました。ハンドオフを受けた古町、右オープン展開を図りましたが、しかしこれはトヨタのディフェンス集まりよく約3ヤードロスに変えています。トヨタ少し戻され、ボールオン自陣姿勢、相手陣41ヤードからセカンドダウン12の状況に入ります。前半残り時間まもなく1分を切ります。抜けます。さあタッチアウンですが、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生、反則発生の判定があります。この判定がいずれのチームにあったか、その判定を待ちましょう。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。この反則により10ヤード抜退となります。しかし反則発生地点はかなり前の地点であったため、10ヤード下がった地点でも攻撃権更新とはなります。クラブトヨタブルファイターズ攻撃権更新はなりまして、相手陣15ヤードの地点からのファーストダウン10となります。先ほど見事なランプレーをしましたのはクォーターバック20番の金子でした。名古屋工業大学出身。さあトヨタ、この相手陣15ヤードの攻撃活かせるでしょうか。さあランニング枠2番に託して右オープンのランプレーを展開しましたが、これはアイランズディフェンス陣の集まりよく、ゲイン1ヤードにとどまっております。ここでトヨタ前半2回目のタイムアウトを取りまして時計を止めます。前半残り時間は48秒となっています。トヨタとしてはこの48秒間によってなんとかタッチダウンを上げたいところです。第2クォーターが終了しますと前半終了となり、現在のポジショニング、タイムアウトの残数はすべてリセットとなります。トヨタとしてはこの相手陣15ヤードの状況をなんとか生かす形でこの攻撃を完結したいものです。逆に言いますとアイランズ、この48秒間をしのぐことによりまして現在のリードを保たんとしております。このタイムアウト、どちらの形にその優位をもたらすものとなるでしょうか。まもなく試合再開という形になります。さあ試合時間前半残り48秒でトヨタ相手陣15ヤードでセカンドダウン9の状況で試合再開となります。トヨタブルファイターズセカンドダウン9。パス不成功。クォーターバック20番、ここでミドルゾーンへのパス、ターゲットは35番でしたが、これはアイランズのディフェンス陣カバーよくパス不成功に終わっています。しかし前パスが失敗した場合はここで一旦時計が止まります。従いまして試合時間前半残り49秒でトヨタサードダウンの状況となります。
前半残り41秒でトヨタ相手陣15ヤードからのサードダウン9。さあここでクォーターバック20番オプションプレーで自らキープとしました。約7ヤード全員進していますが、ここで攻撃権更新には至っておりません。ここでホイッスルです。トヨタはここで前半最後のタイムアウトを取ります。トヨタとしてはここで攻撃権更新を図りたかったところではありますが、このランプレー止められまして、相手陣8ヤードの地点でボールは止まっております。試合時間がなくなることを警戒し、ここで最後のタイムアウトを取りました。さあ試合再開となります。トヨタ相手陣8ヤードからのフォースダウン2。この最後の攻撃権をどのような形にするでしょうか。トヨタブルファイターズ、プレーを選択します。ギャンブル、4回目を攻撃と選択しました。攻撃権更新あるいは得点を目指す形でここでプレーとします。さあここでトヨタはリバースプレー、一旦逆に振って反対サイドにプレーを展開するリバースプレーを選択しました。しかしここでプレー乱れあり、80番右オープン展開しようとしましたが、しかし大きくロスされた形になっていますが、ここでイエローフラッグが発生しています。この反則いずれのチームにあったか、その判定を待ちましょう。ディフェンスの反則です。フェイスマスク、ヘルメットの前にあるフェイスガードの部分を掴んで倒すという反則です。この反則は非常に危険な行為のため重大な反則として扱われます。反則による罰則距離は本来は15ヤード、しかしその距離は反則発生地点よりハーフディスタンスという形になります。しかし攻撃権は自動的にリセットという形になりまして、トヨタファーストダウンという状況になりまして試合再開となります。これにより先ほどギャンブル失敗しましたトヨタ、ファーストダウンの状況で相手陣5ヤードからの攻撃に入ります。試合時間前半残り22秒。さあここでパスプレーを選択しました。ミドルゾーン付近へのパスでしたが、このパスはアイランズが見事にカバーし、パス不成功としています。攻撃権トヨタ一つ失いましてセカンドダウンとなります。パス失敗のため時計は止まり、試合時間前半残り18秒で止まっています。コメントありがとうございます。モーフレクトダ、ガーデン様とお呼びさせていただきます。ガーデン様とお呼びさせていただきます。先ほどのプレー確かにもったいないプレーでしたが、さあここで試合再開しております。ここでトヨタはランプレーを選択しましたが、しかし中で倒されています。タイムアウトは残っておりません。さあどうなるでしょうか。サードダウンの状況です。ここで前半終了となります。トヨタ残念ながらこの攻撃を得点に完結することはできませんでした。ランプレーでしたので時計は回り続け、そして止める手段がなかったためここで前半終了となりました。これによりまして前半終了しまして、クラブアイランズ7点、トヨタブルファイターズ0点となります。
先ほど素晴らしい前半戦の攻防がありましたが、結果的に言いますとアイランズがワンタッチダウンリードを奪った状態でこの試合は一旦前半終了となっております。先ほどの攻防及びその展開が今後どのような形に反映するでしょうか。そしてこのハーフタイムで双方ともどのようにその状況を打開する策を見出すことができるでしょうか。このハーフタイムの間に両チームの作戦を期待しながらその試合の状況を楽しみたいと思います。